にゲーセンに金魚すくいあるっていうねこれ祭りでしかできないようなすごいぞ。これもなんか UFO キャッチャー的な、ナルトとかあります。すごいですね。すごいな。なんかなかなかあれですね。面白いですね。ちょっと日本じゃなさそうですね。これこれがすごいですね。このゲーセンの中にもメリーゴーランドあるっていうね。これなかなかすごいですね。ちょっと日本じゃこれもないですよね。ちょっとやっぱスケールが違いますね。バイクとかのやつですかね、これ。え、なんでしょうね。ここちょっとよくわかんない。なんか石とかやるやつですか。なんか石をなんか作るみたいな。なんかこういうこれを使ってなんかやるみたいな。謎だなこれ。これなんだ。なんすかねこれ。なんかハローキティが出てきましたけど。ちょっとわかんないです。これをなんかこの器具を使ってなんかやこういう形を作るってことですかね、もしかして。なんかちょっと工作、子供が工作やるのに使うみたいな、図工の時間って感じですか。これをゲーセンに持ってくるのがさすがですよね。すごいですね。これなんか綿飴ありますよ。なんか綿飴屋さん、普通に綿飴食えんじゃないですか。ちょっとバナナ味、綿飴機械、これ昔日本でもありましたけどね、綿飴の機械。これちょっと買いますか、綿飴。ああ、綿飴1個10元、200円ですね。ちょっとやってみましょうか。なんかここでなんかそのカードですか、このゲームセンターで使える共有するなんかカードをなんか買わないといけないらしくて、それがなんか最低なんか5000円とか、1個そのゲームカードを使って5000円の、まずその5000円でカードを買って、それで5000円でなんか遊べるだけ遊んでくださいみたいな。だからこれなんか100円入れてなんか綿飴作るとかそういうわけじゃなくて、なんか先にあそこでなんかまず最初に5000円のカードを必ず買わなきゃいけないっていう。もう金を絞り取れるだけ取ろうとしか思ってないですよこれ。これあれですかね、なんかマンゴープリン的な。これもなんかあんみつ的なね、中国のあんみつ的な感じですかね。デザートとか、こちら火鍋屋さんですね、中国で有名な。これあれですね、カエル屋さんですね。ここでカエル食べられる。これですね。
普通にこっちの人ね、あのカエル食べるんだよね、普通に日本人が鶏肉とか牛肉食うみたいな。すごいなこれカエル鍋ちょっと日本じゃ考えられないです、うん、あこちら魚ですかね、お魚。まさかの日本語出てきましたよこれ。なんだこれ新鮮なマンゴー、なんでしょうこれ、新鮮なマンゴーって書いてますけど、おトマトの梅漬け、なんでしょうトマトの梅漬けって、違いますねこれ。なんかこれカレー屋さんですか。あ、東カリカリ店。ああ、日本のカリ店。日式カリ店。日式カリ店。なんか日本式のカレーみたいな。池菜のカレーって書いてますよ。なんでしょう怪しいですねこれ。これあれですね、中国の有名ななんかパフェみたいな、このあの中周りをなんかなんていうんですかね、こうコーティングしてそういうやつで。これちょっと一個買ってみますかね。これ美味しそうなんで。まあ日本でいうとこのなんかクレープ的な、中国風のクレープみたいな感じですかね。これちょっと一個買ってみますか。你好，要一个，这个，哦，抹茶，韩国抹茶。抹茶跟冰淇淋没有啊？没有。对，有芒果、香草、巧克力这些，就是没有抹茶，抹茶已经卖完了。可以其他的，把这个球换成其他的就好了。还有什么？还有原味儿。还有没有？就是还有个榴莲。香草啊，还有香草。香草。啊，那香草。香草是吧？香草和这个啊。哦。这个一个，那个一个。还有，就一个。すごいですね。なんかこれ見た目がなんかあのクレープって感じですよ。この生地が。日本茶が。あ、烤的茶が。どうか。烤的三分钟。これ三分钟。なんかこれでこの機械でなんか三分その焼いてあのクレープができるみたいな、そういう感じらしいです。あとオレオがあったりとかね、こういう感じですか。ちょっと待ちましょう。ああこれか、この機械ですね。なんかたい焼きとか焼くみたいな感じです。立ててしまうと落ちちゃうんで、なんか横にしないとアイスが落っこってきちゃうらしいんで、このまま食ってくださいということで、小豆とバニラ味ですかね、僕ら選んだやつ。こういう感じですね、こういう感じで。すいません、今見えますかね、こういう感じですね、こういう感じです。じゃあちょっと食べてみますか。すごい食いづらいね。スプーンを使って食わないといけないっていう。食いますか。いただきます。うまっ。めっちゃうまいっすね、これ。天下落ち。うまい。めちゃめちゃうまいっす、これ。うん。美味しいですね。これは、いいんじゃない。まあ、本当になんか日本でいうクレープって感じです、うん、すごいな、結構具ががっつり入ってます。アイスと生クリームとね、小豆の感じがちょっとマッチしてて、
うまいっす。いい、いいね。ちょっと生地もちょっと食べてみますわ。生地もうまいわ、これ。やっぱクレープと違って、この生地がちょっと厚くなってます。なんか、たこ焼き焼くみたいな。たこ焼き器みたいな、こういう丸いやつで。タコの吸盤みたいにやってましたけど。いい感じですね。こういう感じですかね。小豆とアイスが。小豆っていうか、なんかこれチョコレートみたいなね。チョコチップみたいになってますけど。という感じで、ここまで食い切りましたわ。なんか、横にして食ってくれって言うから、横に持ちながら食ってましたけど。こういう感じですかね。結構、サクサクしてます。なるほど。クレープの生地よりやっぱりちょっと厚いですね。なかなか卵でやってるとか言ってましたけど、うん、これ結構日本で売ったら流行るんじゃないかな、マジで。うん、この生地だけ買ってもいいかもしれない。この生地だけでも全然うまいかも。これで晩飯いらないですね。これでもうお腹いっぱいになります。はい、香港で、まあ、これ多分発祥は香港なんですけど、香港の有名なお菓子、ダンジャイっていうの、卵の子みたいな。で、僕が頼んだのは小豆と抹茶って書いてますけど、まあ、小豆とバニラですね。小豆とバニラ味の、まあ、このダンジャイってやつですかね。だいたいいくらぐらいしたかな、これ。20元ぐらいかな。300円ぐらいですかね、大体。まあ1個300円ぐらいでこれ買えるっていうことで。まあ、中国来てね、興味がある方は、ちょっと食べてみてっていう感じです。すごく美味しいんで。中国のレンタル電動バイクです。これはこの QR コードをスキャンして、大体、どのぐらいでしょう、これ。時間とか距離で測るんですか。最初、1メーター、確か40円とかね、そんぐらいから出る。これで、どのハンドルでこれ。なんかヘルメットをかぶってくれって言ってますね。すごいですね。ヘルメットをかぶんなきゃ乗っちゃいけませんって。すごいですね。ヘルメットをかぶんないと発信しないんですかね。ああ、そうみたいですね。日本もこういうの欲しいですね。こういう電動バイクをね、レンタルするっていう。レンタル電動バイク欲しいですね。感じですよ、これ。ちょっと怖いですけど。デパートからホテルまで、まあ、3キロぐらいなんでね、ちょっとこの電動バイク乗って帰りたいと思います。おお、道は合ってんのか分かんないけどね。道合ってんだか見てなかったですけど。道が合ってるだか合ってるんだかなんだか分かんないんで、ちょっと今調べます。というわけで、自転車電動バイク止め降りましたね。あ、そうです、これヘルメットを外さないといけないです。これでヘルメット外して、これで完了ですかね。いくらぐらいなんですかね。あ、もう27分乗ってますね。で、これでもう終わりましたってやればいいんですかね、携帯で。あ、5元ですね。27分間で5元
あ、約30分で、だいたいどのぐらいだろう、まあ、4キロぐらい乗って、 4,5 キロ乗ってだいたい100円、100円って感じですかね。安いんじゃないですかね。これで成功できたみたいです。なんかこのちゃんとヘルメットもちゃんとぴったり返して、それで、OK って感じですかね。という感じで、中国の電動バイクでした。まあ100円でね、こうやって、ちゃんと安全に運転できて家に帰れたからね、ちょうどいいんじゃないですか。なかなか日本もね、こういうあのレンタル電動バイクとかね、レンタル自転車とか、まあ、あるとこはあんのかな。いや、こういうの欲しいですね、やっぱりすごい便利なんでね、っていう感じでした。で、今日はこんな感じで、ありがとうございました。